お疲れです。お疲れ様です。いや、こうやってね、毎回こうテーマを決めて、はい、俺がこうトークするコーナーやけど、いい？お気に入りの曲、まあ、しょうがないでしょう。しょうがないでしょう。こんなこと言いながら、うん、結構今クラブハウスでどんな曲あったかなってめっちゃ調べてくる。はい、ではもうスッと出てくる。はい。大丈夫です。一、はい、個に絞れた。絞れました。曲好きやもんな。曲大好きですね。ね、まあいろんな曲聴きます。うん、まあ、でその中、渾身のやつちょうだい。はい。いいっすか。いいよ。めっちゃもったいぶるやん。赤いスイートピーなんです。あれ？え？聞いたことあるな。え、でもこれが、うん、誰が歌ってるか。松田聖子さんが歌う赤いスイートピーもいいんですけど。ですけど。あえて宮本浩次さんが歌う、宮本浩次さん、はい、ソロで歌う赤いスイートピーにもハマってまして、へー、それぜひ皆さん一回聴いてほしいなと。あ、そうなん、はい、めちゃめちゃいいんですよね。それどういう人なの、俺全然知らない。あのエレファント化しました。ああ、あの人か、はい、ボーカルの人が今ソロで歌って、うわー、めっちゃいいかも。めっちゃいいんすよ。あ、分かるわ。ぜひ一回聴いて、あの声で、はい、めっちゃいいんすよ。へえ、いいんすよねっていう渾身の一曲を。うわー、さすが、はい、いいわ。聞いてみたなったもん。ちょっと聞いてください。おお、ぜひ。それどういう時聞いてんの？どういう時？おお、もういやいやあるやん、なんかこう、それこれいつこれ結構タイミングってなんの？ドライブの時いいっすね、ぴったり。あ、本当に。はい。へえ、なんか安全運転で行きそうやな。安全運転っすね。ね。もう穏やかになるから。穏やか、もう心が落ち着きそうやもん。道譲る。道譲る譲る、入れる入れる。行ってって。おお。後ろの人怒るかもしれんけどな。入れすぎやなあいつって、めっちゃ入れるやん。まあそれぐらいゆったりしてる曲なんで、ぜひ皆さん聴いてください。あ、いいね。もう早速俺も聴いてみるわ。はい、お願いします、うん、でしっとりするわ。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。お疲れです。お疲れ様です。うっす。失礼します。うっす。